はい、鳥取に来たら海鮮丼ってことで、カロコー市場食堂さんに来ていました。いいよ、それで何食べようかな。それかな、マックは。マックそれにする。上は牡蠣屋で食べられる。よし、とりあえず中入って見てみよう。あ、はい、が一つと、ペンと、海鮮丼一つと、はい、鶏の唐揚げ定食が一つ、はい、以上でお願いします。モサエビ天丼海鮮のご飯の量は大盛り普通小盛りでください。大盛りじゃ無理だよね。普通食べれるご飯、普通で、普通で、あ、どれどれ、あんまり食ってやるぞ。ママだけだよね。唐揚げじゃない。僕カニあるやん。やった、カニを感じる。先に海鮮丼できましたので、どうぞ。あ、じゃあ交換。いただきます。これ何？順番前後いたします。37番でお待ちのお客様、お先にカニ丼できましたので、どうぞ。どれか食べよう。タコでかっ。あーちゃん交換。どうやって？僕なんて大盛りっちょやん。やばい、ご飯の量すぎて。ご飯、おちょきやな。多すぎやな、こっち多いよ、かなり。俺も太って言ったもん。ご飯の量がやばい。すげえ。だって完全に大人の一人前ですね。ラストです。ラスト一番せーので、ごちそうさまでした。はい、じゃあお寄せください。エビちゃん美味しかった。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね。